My gospel screams of justice. My words stuck on the ground. To plant my seeds right in the evil ground I found. So I stand fast and ready. When the wolf knocks at the door, we neither fear nor anger. こんにちは、クリームです。今日はですね、ある商品のレビュー依頼がですね、来ましたので、ちょっとご紹介したいと思います。で、それがファイファインの T669 っていうマイクですね。まあ、こちらなんですけども、まあ、以前ソフトウェアのレビュー依頼はあったんですけど、こういう製品のレビューは初めてなんですけども、まあ、マイクのこと発信しまくってたら、そう連絡来たんですけど、で、良さそうだったので、連絡取り合いまして、送っていただきました。ただですね、僕の思ってたマイクと違ってまして、型番がね、違うんですよね。うん。送ってもらおうと思ってたのが、K688 なんですけど、これは K669、T669 か。になってまして。ちょっと違うので、送り直してもらうのか、どうするのかちょっとよくわかんないんですけど、ただまあ、もうセッティングしちゃったんでね、ちょっとレビューしようと思って、で、直前に違うやんって気づいて、びっくりしたんですけど、はい。まあせっかくなので、リビューしていこうと思います。で、これが、USB でつなげられるマイクでして、で、ここが、なんていうのかな、これ。まあ、プリンターの接続にあるような接続と、こっちが USB-A なんですよね。で、付属品が、まあ、こういう感じで、マイクと、ポップガードと、で、マイクスタンドがついてくるんですけど、まあ、僕、これを、普段使ってるので、で、ポップガードも、ステッドマンのやつ使ってるので、それにしました。あと、ウィンドスクリーンがこうやってついてまして、これをつけてもいいんですけど、まあ、今はそんなね、風ないので、これは取っています。で、デザイン結構いいですね。ブラックで、質感はすごく良くて、ちょっとこの、これなんていうのクッションは、ちょっとだけ安っぽいですけど、まあまあ、コンパクトでいいんじゃないですかね。で、僕はちょっと今、こうやって、体操に、セッティングしてますけども、三脚あれない。どこ行っちゃった？まあいいや。まあ、ミニ三脚とか、デスクにセッティングして、置いて、レックしてもいいですし、まあ、ズームのミーティングとか、そういう風に使えるのかなと思います。で、今ヘッドホンしてないのが、理由があって、これ入力はできるんですけど、ダイレクトのモニタリングができないみたいなんですよね。うん。そう。USB、ハブに USB-A 繋いでるんですけど、インはできてるけど、アウトがね、ダイレクトに返ってこないので、まあ、レックした後は聞けるんですけど、なので、まあ、せっかくこのオーディオテクニカのね、ヘッドホンでモニターしながらやろうと思ったんですけど、まあ、聞けないと。ただ、ま、音量とか調整した後なので、はい。大丈夫ですね。で、一応こういう感じでレビューしてくださいって来てるので、うん。ちょっと見てみますね。はい。で、まあ、いつものように、こうやってロジックで撮ってまして、ちょっと画面見ながらご紹介したいと思います。はい。うん。大丈夫かな？はい。で、こちらの商品でして、ファイファインっていうところの、USB マイクですね。で、どこの会社やねんってことなんですけど、
まあこういう感じでマイクですとかもろもろオーディオ機器を、作っている販売している会社で、まあ、結構かっこいいんですよね、こういう感じ、ビジュアルが。で、2009年に作られた中国の会社ですね。でうちの会社がまあデザイン会社なんですけど、まあ、2010年なのでちょっと近くてですね、親近感が湧いたんですけど、うん、で、まあ、当初送ってくれる予定だったマイクがこっちでして、こっちの方がね、まあ、XLR つなげたりで USB-C つなげられたりするので、まあ、楽しみにしてたんですけど、まあ、今日届いたのは、まあ、間違いなのかちょっとまだ連絡来てないんですけど、とりあえずこれでせっかくなんでリビューしてます。でさっきねモニターした感じ音質結構良かったんですよね。びっくりして、僕こんだけマイクプリやチャンネルストリップやオーディオインターフェースやってこだわってるんですけど、結構 SN も良くて十分いいやんっていう感じでした。で実際評価も全然いいんですよね、悪くない。うちの 4.2 で、まあ後から見えますけども、はい、そういう感じでしたね。で、まあファイファインっていうんですけど、まあ僕デザイナーなんでね、この見た目とかすごく使ってて気持ちいいかっていうのは重要だと思うんですけど、まあ重要視するんですけど、デザイン結構いいですね。で最近の中国製って、まあ、DJI とかもそうですけど、デザインも機能もすごいんでね、侮れないっていうかすごいなと思ってるんですけど、でこういう感じの、まあ、コンデンサーマイクですよね。はい、でコンデンサーマイクでして、うん、まあ、こういう感じ。まあ、今日は、下に向けてますけども、上に向けたらこういう感じですね。まあ、金属製だと。まあ、合金ってことで、うん、マイク自体全然安っぽくなくて、高級感ありますね。うん、で高周音力。特殊なノイズ抑制技術って書いてあって、確かにね、SN 良かったんですよ、さっき。真正面からの音は感度が一番強く、高く、約130度の範囲で収音する。これですね。まあ、単一指向ってことですね。うん。で、USB のプラグインパワーだから、はい、で、ファントム電源とかもいらないですね。うん、プラグインパワーってことで、まあ、ゲーミングとかスカイプ通話とかねで使えると、で1年保証となってまして、うん、これがいくらなんだあれいやこっちの金額知ってたんですけど、在庫切れ、うん、まあ、7000ぐらいの商品ですかね、うん、あ、で RGB ライティングのもあるんですね。へえ、そういうことか。この辺の、まあ、光るやつがあると、うん、でうん、で低騒音、まあノイズ比いい音、単一指向で高互換性、まあ Windows でも Mac でも、でサウンドカード内蔵していると、うん、でまあこういう感じで使うのがいいんでしょうね。ミニ三脚に背つけてもう Mac につなぐと。ただまあ今時のマイク、まあ、USB-A じゃないので、まあちょっと変換が必要だと思うんですけど、僕は今ハブに接続してるんですけどね。で高周音力、うん、ですよね。単一指向で
この正面の音を中心に拾うと。三脚マイクスタンド。これついてなかったな、うん、マイクスタンドついてないですね。でボリューム調節ができまして、うん、ここにつまみがついていてボリュームが調整できるんですよね。で一番左に回すとミュートになってってことですね。でこのケーブルが、まあ、結構長くて、まあ、1.8 メートルらしいんですけども、うん、まあ使いやすいんじゃないですかね。このソニーの MDR-CD900ST のケーブルが確か 2.5 メートルかな。まあこれボーカルとして使いやすい長さなんですけど、まあ 1.8 メートルあったら結構ちょっと長いけど、まあいろんな用途で使えると思います。で、こういう感じで、でちょっと注意点が変換ネジ、これ変換ネジなんですけど、これですね、このなんかゴールドのやつはここにつけるために、僕オーディオテクニカのについてたやつを使ったんですけど、ちょっと変換はこれ必要ですね。あ、こっちでしたね。あ、ちょっとURL 間違えてたんですけど、中身はほぼ同じなんでしょうけども、このミニ三脚のタイプじゃなくてこっちですね、僕が送ってもらったのは、うん、アームスタンド付き、うん、のやつです。これです。これで、まあこの辺は一緒なんでしょうね。うん、こういう感じで出てくるということですね。レコーディングやポッドキャストも、うん、で、これも結構 4.3 か。5のうち 4.3 なんで、結構評価いいですよね。うん。買った時8000円だったけど、今見たらめっちゃ高くなってると。今いくらなんだこれ。ちょっとわかんないんですけどね。ストアで T669 を知りたいんだけど、はい、まあそういう感じですかね。はい、まあそういう感じなんですけども、まあ機能と特徴の紹介終わったとして、まあテストもね、まあ、今まさにやってるということで。で、いい点、気になる点を紹介してくださいってことなんですけど、いい点はそうですね。多分ね、これこれからチェックするんですけど、音質はいいですね。うん。SN も良くて音質がいいのと、あとデザインがすごくいいですね。ただまあ、USB-A っていうのがちょっとね、で、うん、USB-C がいいっすよね。なのでちょっと別の本来レビューする予定だったマイクを送ってほしいんですけどっていうのはありますかね。そっちだったら結構使い勝手良さそうかなっていう気がしますかね。ただこれも
値段がちょっとわかんないっていうのがあるんですけど、調べればいいっていうところで7400円楽天で。でアームスタンドもついたりして、使いやすそうですよね。ミニスナップついてるの？ついてないよ。なんか楽天だとミニ三脚ついてるんですけど、これついてないですね。で、まあそういう感じですかね。なので、結構いいんじゃないですかね。まあ、安いので、音質はそこそこだろうと思ってたんですけど、まあ、これから、編集してみて公開しようと思うんですけど、多分結構いいですねこれは。はい、というわけで、ファイファインのですね T669 っていうマイクのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。